はい、おはようございます。釣り子 TV です。あー、これはちょっと欲しかったなっていうですね、便利そうな小物を見つけたので買ってきてみました。これでこいのですね、ショートバイトも完璧に捉える、これなんて名前なんだろうな、ワイヤートリプルアシスト、ワイヤートリプルアシストってこういった針を買ってきてみました。でこれですね、スイムベイトとか、あとこれはビッグスプーンですかね、こういったまあ要はステルススイマーみたいな感じというか、こういったものにアシストフックとしてつけるとショートバイトも完璧に捉えるっていうことで、結構ですね、これを太めの P ラインとかで自作してで使ったりしてたんですけども、ワイヤー仕様でですね、でシンプルでコンパクトなこういった感じの仕様の針が売っていたので試しに買ってきてみました。でジャバギル、これ結構ですね、スナックレス性能の高いこういった50番こういったのをつけて釣りをしてるんですけども、まあ、これによってカバーとかにぶち込めるんですけどね、どうしてもですね、バスがあんまりかかりづらいことがある、こういった時にこのアシストフックを腹側とかにしょわしておいたらいいんじゃないかなと。これすごい魚寄せる力も抜群なんで、結構甘噛みしてくるんですね。あ、これ本物かな偽物かな、ハムって感じで甘噛みしてスポッと、抜けちゃうっていうことが結構多発していたので、そこで改造して使っているのがこういった感じの P ラインにフェザーフックを背負わせて誘導式にした、こんな仕掛けでやっていたんですけども、まあ、これと同じような効果をできるんじゃないかなと思って、それで買ってきてました。というわけで、早速開けてみたいと思います。こんな感じで入ってますね。じゃあ1本出してみますね。はい、結構このどうしても自分で作るとここにスプリットリング1個かませたりすると、ちょっと大掛かりな仕掛けみたいになっちゃうんですけども、でこうなんていうか、ブラックバスにも使いやすいようなこういった小型のサイズ、結構海物のやつ探してるとタチウオコーナーとかにですね、こういった製品いっぱいあるんですけども、タチウオの針ってこう返しがなくてものすごいでかかったりですね、全然ちょっとサイズ感が違うので、これだったらどうでしょうか。これ S サイズ、 S サイズだったらここでこんな感じで、なんか程よくないですか。こんぐらいのつけたかったななんて、自分はそう思ってたんで、これちょうどいいなと思って、それでそうですね、まあまあまあ直接結ぶ場合もありますけど、こういったスナップとか使ってやるときに現場で基本はこれでカバーにぶち込んでいって、でここぞっていうときはちょっと小物入れから出して、こんな感じで、こんな感じで、あ、いいんじゃないですかねっていう、これですね、ちょっと甘噛み対策用にですね、ぜひ欲しかった製品なので思わずですね L サイズと S サイズの2つ買ってきてみました。あ、でちょっとこれ短めですね、S サイズだと小さいんで、この間にあと M サイズっていうのがあるんですよ。それも状況によってはちょっと買い足してみようかななんて思うんですけども、とりあえずですねこんな感じで簡単につけれて、トリプルフックが背負わせられる、まあ凶悪な仕様ですよね。これだったらさすがに甘がみでも、かけられちゃうかもしれないっていうことで、早速ですね、近日中に使い心地どうかななんていうのも試してインプレッションしていこうかなと思いますけど、まずまずは、こういうの買ってきてみたよっていう紹介の動画を作ってみようかなと思いまして、でそうですね、あとは
まあ針は交換はできないですね。もうここでかしめちゃってるんで、針はもう最初からついてるこのサイズ使ってくれよっていうことで、どうでしょうか。まあ自分で作れば安いんでしょうけどね、このスリーブを締める、なんか専用のペンチとかあんまり持ってないんで、こう売ってるもんだったら安心かな。でこれがワイヤー仕様、ワイヤーになってるんで、まああんまりクニャッとしてないよっていうところと、眠った感じの針が標準装備されております。というわけでですね、まあ、ちょっと使い心地の方は実際にあの実調動画の方で、まあ、釣れたらこれつけててアシストで釣れたよなんていう風に報告させていただこうと思いますので、本日はですねこのデコイのワイヤートリプルアシスト、これを買ってみてよ、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。